例えばこの人なんてなんか吹き矢とかさ、毎日練習しててもう鍵穴でも通すような異常な熟練の仕方をしてんねんけど、僕の感覚ではこれは結構こねくり回した感じがするんですよ。こっちの方が直接的に自分を投影してる感じはしないでもないんですよ。うん、じゃあ今あの本人と通話つながっているのでお話しされてみますか。あ、聞いてくれてはったよね。そうなんです、実はつないでいますと。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。いや、あなたのイメージとなんかどうでしたでしょうか。どういうふうな差がありましたでしょうか。確かにそうだなと思ったのは、はい、自分が一つのことにすごい集中する癖があって、あ、武器も同じ武器しか使わないっていうのがすごくあるので。普段からその真っ黒い服はかっこいいんですけど、黒が好きですか。ほぼ9割黒の服です。そうやろ。あくまでもゲーム企画やからこれなんか スピ系になったらあかんから。ゲーム散歩なのか。ゲーム散歩ですから今何やってんだって感じ。そう、今なんかまた変に当たったから気持ち悪い空気になってるじゃないですか。今日は精神科医の名越康文先生と一緒にアバター分析をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久しぶりなような、なんかこの間あったみたいな気がします。まあ、こっちは動画で結構見てるからなんか毎週やってるぐらいの感じなんですけど、僕もツイッターでフォローしてるからね。ありがとうございます。なんかえらいことになってますよね今ね。クラファンがね。いや、僕も感動して嬉しいです、はい、我がことのように嬉しいです。ありがとうございます、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、で今回はあの視聴者参加型企画で皆様に自分で作ったキャラクターの写真と、うん、それの説明を送っていただいてそれを分析していこうという企画なんですけども、俺が昔やりたかったことやわ。あ、そうなんですか。30代の頃あのファイナルファンタジーとドラクエもわりかしこう定型的なある種王道やけど、ファイナルファンタジーってさ、顔が青いライオンの顔の人とか、うんうん、あの何やったっけ、 B みたいに 暗くて帽子かぶってるとかさ、うんうんうん、すごい特徴的なキャラクター出たでしょ。そうですね、僕もあんなんす、もうデザインしたくてしたくて、デザインしたくて、うん、そのキャラクターデザイン。あ、そうなんですか。そんな夢が。そうですよ、僕もう全然今ダメです。昔は漫画家志望でしたから一応。それ聞いたことなかったです。意外です。ほんまですか。ほんまですか。僕中学までは漫画家志望やったんですけど、うん、あ、もう全然これは僕の力量では無理やってことが分かって諦めましたけど、うん、じゃあ、まあ今回は皆さんが作ったキャラクターを見ていくということで、はい、でまだ募集はかけてないので今回はテスト的にですね、はい、私と松田さんの知り合いからキャラクターをもらってきたので、それを見てもらって、そんな友達がいるわけやね。まあ普通にゲーマーというかゲーム仲間が。いや、普通にゲーマーじゃないろ。キャラクター作るってすごいやん。あ、でも違うんです、あのゲームの機能の中でちょっと顔をこう幅広にしたりとか。そうかそうかそうか、そういう機能のやつもあって。そうですね、はい、ありますよね。そう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 、今日はそういうやつを見ていきます。あ、 OK、 わかりました。まあ本当実際やったことないしどうなるかがわからないので、まあ、今日こう収録やりながら、うん、もうちょっとこういう情報あるといいかもとか、こういう写真あるといいかもとか。なるほど、入念な回ですね、はい、じゃあ、はい、そうですね、打ち合わせを兼ねてやれればと思います。では早速見ていきましょうか。はい、よろしく。で、応募方法については概要欄にリンク貼っておりますのでそちらご覧いただければと思います。はい、じゃあまずお一人目からいってみましょう。なんか数が出てきました。ああ、来た来た、映っちゃった、映っちゃった、行きますよ。行きますよって。かっこいい表紙を作ってたのに。まずはお一人目、 A 氏。はい、 A 氏が作ったってことですね。そうですね、 A 氏が作った3体のキャラクターを見ていきたいと思います、はい、まずなんかこの画像を送ってもらうときに基本的なことだけ2つポイントとして答えてもらっているんですね、アンケート的に、はい、1点目はどういうイメージでキャラメイクすることが多い、自分の分身なのか相棒的な感じなのか、はいはいはい、憧れの存在なのかというところと、あとはまあキャラクターのこだわったポイントはどこかというこの2点だけ伺っております。あ、楽しい、はい、じゃあまず1人目いってみましょう。はい、ドン、キダ、はい、ほう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 、こちらキャラクターイコール自分というよりもゲーム内の他人を操作したいのでできるだけ自分とはかけ離れた存在を作っていますと。なるほど、なんかパッと見たらモンゴルのなんかモンゴル相撲の衣装みたいな
モンゴルで向こうがね、あのわりかし山があって高原があってほんでこれこの人あれやろ、ヒゲが生えてるやろ、青ヒゲですかね、顔はベビーフェイスやけどヒゲ生えてるよね、はい、はい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 、あもう完全にモンゴル相撲的なでもかこれパッと見た時にね、僕はまあ太平記論で読むのでパッと見た時に、うん、顔のパーツね、鼻、特に目、口あたりが人が見たら普通にこれ見えると思うんやけど、僕から見るとですよ、うん、あの顔のパーツが真ん中に集まってるような顔してるなと僕は感じるんですね。球心顔っていうんですかね。そうそう、こういう顔とこういう顔があって、うん、はいはい、こっち系に見えるんですよね、はい、飯田さんもわりかし目と目は寄りつつあるんだけど、ね、こっちの方がもっと真ん中に全体的に寄ってるような、まあ、もうちょっと違う方で言ったら 猫顔や、うん、猫顔とも言うでしょ、まあ、分からないけどもちょっと頭のこの鉢が張ってる、ここが張ってる感じがしなくもない、あと全体的にこうちょっと全身を見ると太ももが長い感じがしますね、ちょっと太ももの張りがすごくて長い、これはもうそういう定型かもしれへんねんけどね、うんうん、これ体型と服装について増田さんから補足お願いしてもいいですか。そうです、服装、まず服装については基本的にデフォルトのものなので、うん、まあ、あまり変わらないというか、これ服装はみんなこんな、そうです、なんかみんながモンゴル相撲モンゴル相撲リアンなの一応その何種類か選べるんですけど、まあ、大体こんな感じの、みんなへそ出してんの、こんな感じのが多いですね。何パターンかあるんですけど。マジか。体型についても確かそのモンゴルファン。モンゴルファンではないと思いますけど。はい、モンゴルから離れるな、腰。一応資料がテーマってことでちょっとワイルドな感じなのかもしれない。でもあの手足が長くて顔が彫りが深い感じじゃないでしょ。全体的に縮みの要素があって、うん、他のキャラクターもみんなこれで一色に染められてるかもしれへんねんけど、この人が一人だけ、この世に一人だけっていうんやったら、僕の分析ではもう明らかに九州大壁なんですよ。9番目九州大壁。異常に集中力があって、でも執着心があって、でいろんなところとのバランスは悪い、バランスは悪いんやけども、うん、ある自分、例えばこの人なんてなんか吹き矢とかさ、はい、あれ弓とかさ、これ小ぶりの弓とかをさ毎日練習しててもう鍵穴でも通すような、うん、なんかそういうあの異常な熟練の仕方をしてんねんけど、例えば仲間内でお互いにコミュニケーションを取ったりなんかそんな割と苦手みたいな、うん、そういう一芸に秀でるしかない、一芸に秀でた人いたら尊敬だけど、一芸に秀でるしかないみたいな感じの人ってわりかしこんな感じの人が多いんですよ。あのバランスの悪さみたいなところで言うと、この人の2番目のキャラクターもちょっとそういうところ見えるかもしれません。次行きます。はい、おー、はいはいはい、またしても裸ですけど、これまた全然違いますよね。これ違うんですね。違いますね。あのちょっといろんなものが混じり合ってあれやねんけども、全体的にはこれ見てさっきの人よりは顔が広がって、顔のパーツが広く見えません？こっちとねさっきとちょっと違う、まあ、やや広がってるな、これでもやや、うん、あの鼻も大ぶりでしょ、さっきの人の鼻と比べたら。鼻なんか一番ほらこっち小ぶりでしょ、鼻がキュッと縮んでるような鼻でしょ。でこっち側の人はわりかし大ぶりで、目の感覚もわりかし広い、うん、で全体的にまあまあ大きく映ってるからそうやって言われそうやけども、大顔に見える、うん、で体が大きく見えるかといって、そのすごい戦闘体制みたいな感じの足腰がガチッとしてるというよりは、もうちょっとこの、あのもちろん筋肉質なんやけども、わりかし柔らかそうな体に見えるね、うん、で体が大柄でしょ、はいはい、これその裏の十種体壁に違いです。十種体壁って言って骨盤、これまあもうちょっと骨盤が狭いように見える、でも全体的には骨盤が広がってる、うん、さっきの人は骨盤がギュッと閉じてるタイプで、こういうタイプの人は骨盤が開いてるタイプの人が多くて、はい、リーダーとかになりやすいんやけど、あの本人はいろいろ面倒見みんないいんやけど、自分の趣味とか自分のやりたいことの方にもバッと走りがちで、うん、みんなの面倒を見てくれてみんなのお父さんなんねんけど、我かし面倒の見方が雑みたいなねありがたいようなちょっと残念だな、そうざっくりしてる、ちょっとざっくりしてて、うん、スケールは大きい、スケールは大きい。でもなんか同級生にそういう人いるといいですよね。なんか同窓会とか開いてくれたりとかしそうな、はいはい、そうなんかいろいろ穴ぼくがあって、え、なんや、謝恩会の時の景品なんて買ってけえへんかってみたいなことでいろいろごたごたすんねんけど、あるけど、でもなんか全体をまとめたり、うん、やるぞとかって言ってみんな100人ぐらい集めたりするのは得意、うん、なんかやりそうな人に見えてきたな、この人でちなみにあのこの前提としてキャラクターの造形っていうのは結構その
作者の性格とも何かリンクするところはあるんですかね。一番わかりやすいのはそのもっとこの風景とかそんなことも込みで全部その人が例えば十種太壁だったら十種太壁的な世界が全部広がっていくし、うん、九種やったら九種三種やったら三種っていう風に、うん、キャラクターにもそういう影響が絶対出ると思いますし、うん、またそれはゲームクリエイターやったらその背景ね、うん、例えば夕日の描き方とかあるいは建物の描き方とか街並みの描き方にも全部出るはずなんですよ、うん、全部出るはず。じゃあ今日はなんかそういう共通点を何枚かの写真から探っていければと思います。そうですね。じゃあ最後の1枚なんですけど次行ってみましょうか。はい。ここで急にパッと変わるんですけどもいやいやなんか雑くないですかそんなこと言ったら怒られる。はいはいはい。まあ今までの2つはあの自分と全然違うキャラにしたいっていうところでやってたんですけど、これに限っては自分に寄せて作ってますと。なるほど。いうことでした。これね、あの服が全部こういう服やったら何とも言われへんねんけど、例えば服の中にはぐっともっとねウエスト詰めてるとかね、うん、もうちょっとマッチョ的な服もあった上でこうちょっとこうなんていうのかな、カジュアルな、はい、あの可愛い寝巻きみたいな、うん、こういう緩む感じをあえてこの人が選んでるとすれば、うん、この人は三種退癖なんですよ。三種退癖ってね緊張が続かないわけ、どっかで緩みたいわけ、うん、そしたら自分が仕事終わった後でこのキャラクターと一緒に楽しみたいなっていう時の緩みがすごく大事大切、緩みが憩いみたいなことを中心に作ってはる、もしそうであれば三種退癖なんですね。まあ、特にこれゆったりやるゲーム集まる動物の森はそうなので、あ、そうかそうかそうやね、特にそういう風にしてる使い分けをかなりしてる方かもしれないですね。そう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 ですね。わりかしでも髪の毛なんか長いからお姉さんキャラなんでそこはちょっと違う感じやねんけど、全体的にはまあこのゲーム自体が三種退癖のゲーム、うん、三種退癖の世界観のゲームかもしれないから、うん、そこでその世界観と個人っていうものがねいつも混ざってくるんだよね、うん、こういうあの既成のもので作った場合はね、エッチングとかデザイン自分で、はい、ゼロからゼロから描くやつやとその退癖がかなり出やすいんやけど、既成のものやとそれを作ったクリエイターの世界観がどうしても影響を与えるっていうところが出てきますね、うん、じゃあこの3つのゲーム作品からキャラクターを送ってもらったんですけども、はい、総合して言うとどうでしょうね。ちなみにこの前半の2つのキャラクターについてはポイントは筋肉と垂れ目、できるだけ優しそうなキャラクターにしてますとのことでした。2つ目は、あ、このこれと、うん、これについて、あ、優しい優しい目を、あ、そうやね、させたと。だから僕は十種退癖って言ったよね、うん、十種退癖の人っていうのは大顔で優しい顔してる人が多いんですよね。うん、喧嘩とかすごいですよね。あの、元ブラックエンペラーのヘッドやった宇梶さん、あ、宇梶さん、宇梶さんなんかもうすごいもう、はい、これもんの人やって言うんやけど、はい、顔優しいでしょ。優しいですね。とか今大人に なられたというか、あの、うん、その俳優としてやられてる姿を見る限りはそんな昔怖い人だったとはあんまり、歴代の中でも伝説のヘッドやったらしいもんな。 そうなんですね、それぐらい喧嘩強かったらしいねんけど、でもすごい優しいでしょ、うん、でかいけど優しい、すごいイメージとしてはちょっと違いね似てるな。で、宇梶さんも十種退癖なんです、うん、その感じとバランスが悪いけど何か秀でたものがあるような九種と、この3つのキャラを使ったこの人どう分析しますか、作者のことは。僕の中ではこの3つ目のキャラクターはちょっと置いとかんとしょうがないです、うん、っていうのはこれが一番定型のスタイルがもう決まってるような気するんですよ。もうそこから離れられない。だから、うん、あの定型その中に現れる人は少々服とか着替えてもほとんど半分以上の人が三種退癖の体になっちゃうと思うんですよ、うん、それよりはもうちょっと細かいとこまであのデザインできる、これとその前とこの2つからこれを作った人がどんな人かっていうことをある程度想像するしかないと思うんですけど、うんうん、ほんだら、まあ、開閉型っていう、まあ、九種か十種、九種十種的なそう集中欲求、骨盤に特徴のあるタイプかなみたいな、まあ、うん、まあ、そのこれを作った人を類推するっていうのがゲームじゃないけど、まあ、うん、まあ、かなり無理があることは今やってるんですけども、そうそう、九種か十種、ほんだら9と10とでどっちの方が
よりこの人らしいっていうかって言うたら、僕の感覚ではこれは結構こねくり回した感じがするんですよ。こっちの方が直接的に自分を投影してる感じはしないでもないんですよ、うん、だからこっちだから九州大壁なんかなとかいう予測を、当たりは外れるじゃなくて、やっぱり僕らは強烈にバイアスをかけて物事を見るから、うん、そうするとこれを作られた方は九州大壁なんかなっていう予測で、こんなもん当たり外れる半々ですけど、はいはい、そんな風にして見ますね。なるほど。もしもこの人が何かの犯人とか、うん、この人を治療せんなあかんみたいなことになってくると、もしかしたら九州の人なんかなと思いながら見るとは思います、うん、なるほど、はい、じゃあ今あの本人と通話つながっているのでちょっとお話しされてみますか。あ、もういつか聞いてくれてはったよね。そうなんですよ、実はつないでいますから、つなげていた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも勝手なあなたが一生懸命作ってくださったキャラの勝手なこと言ってすいません。ありがとうございます。光栄です。いえいえ、あなたのイメージとなんかどうでしたでしょうか。どういう風な差がありましたでしょうか。あのこのキャラクターたちは確かにそうだなと思ったのは、はい、自分が一つのことにすごい集中する癖があって、うん、武器も同じ武器しか使わないっていう、すごくあるので、最初になんか一芸にしか引いててないみたいな話を聞いた時に確かになって、ね、いやこれはほんまにこんなんまあ偶然、それはほんまに偶然当たったんですけど、一人目のキャラクターがなんかわりかし思い入れがあるような気がちょっとだけしたんですよね。だから一人目のキャラクターにこの作った人は近いのかなとか、まあ、勝手に思いました。顔の形とかは自分とは全然違うんですけど。ああそうなんや。作るキャラクターはだいたいいつもこんな感じです。そうなんや。垂れ目で優しい顔をした、はい、垂れ目で優しい顔をした方は自分の理想っていうか、なんかこんな人だったらいいのになみたいな感じですか。こっちの大きい方の人。そうですね。なるほど。なんか戦いに出る自分ならこういう理想の形があるなっていうのはあります。なるほどなるほど、面白い面白い面白い。でもしかしたらだから深読みすると、 あなたのお父さんかお母さんかは十種体液で、で例えばお父さんが十種体液でお母さん九種体液とかね、うん、なんかそういう風なのかもしれへんねんけど、うん、あでも考えてみたらお父さんに似てるかもしれないです。あこのキャラクターが、お父さんわりかし大柄な方ですか。結構大柄で、もう1枚目の、うん、お父さん、はい、すごい似てます。そうなんや。ほんなお父さんは九種体液かもしれん。お父さんも一芸に秀でてる人かもしれない。本人の顔見た方がいいとかもはやありますか。本人の写真とかあります。一応今通話つながっててカメラさ起動できるんですけど、試しに見てみましょうか。はいはい。あどうもどうも。あほんまやね、一芸に引いてたような顔してはりますね。えなんかね、例えば自分の選ぶ服とか店とかはこだわってそこにばっかり行くとか、そんなのもありますか。そうですね、買うブランドはほとんど同じところで買ってます。そうでしょ。せやね、はい、そういう人って髪型を何年も変えなかったりはするけど、それはないですか。あ色だけ変えて髪型はほとんど行ったり来たりしてます。そうそんな感じです。なるほど。でもこれは偶然当たったから で、まあ、そうですね、あのこれが主題にしてもらったら困るんですけど、うん、偶然あのそういう能力者ではないからって。そうそうそう、僕は変な能力者じゃないから。でもなんとなくまあ言うたら今回はあなたのオーラが伝わったんやと思いますわ。一、うん、人目が一番あなたに近いんじゃないかなって。それはもう全然これ論理的根拠なしやで、うん、雰囲気これもエバラさんの世界やけど、なんとなく一人目かなっていう感じがしちゃったんね。だからあなたのお父さんお母さんの写真とかを見たらもっといろいろ解説、うん、かあの、うん、想像できるかもしれへんねんけどね。でもご本人はわりかし吸収素敵ですよね、見てもね。普段からその真っ黒い服はかっこいいんですけど、普段から黒が好きですか。ほぼ9割黒の服です。そうやろ。だからスティーブ・ジョブズと一緒ですよね。スティーブ・ジョブズも同じシャツを100枚ぐらい持ってたでしょ、うん、だから、まあ、まあ偶然ですよ。偶然九州大壁っていうことが当たったということですね、うん、なるほど、はい、素晴らしいですね。もう前途洋々ですよ、九州大壁は。もうこれからはね、一芸に引いててないと社会から生き残っていけませんから。平均点な人は生き残っていけないので、じゃあ磨いていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。なんか本人はどういうの、まあ、あくまでもゲーム企画やからこれなんか スピ系だったらあゲーム散歩なんかゲーム散歩ですからスピ系は、まあ、今何やってんだって感じそうそう、今なんか
でまた変に当たったから気持ち悪い空気になってるじゃないですか。こういうのやめましょうね。こういうのやめましょうね。もうそのうち名越に会うのに25万円とかになってるから、もうほんまにもう絶対悪い運気めぐってくるよ。そうなんだ。続いて B 氏のパターンいきたいと思います、はい、この B 氏は基本的には自分の分身的な感じで作っていますと。でその時自分がかっこいいと思ったものを具現化しておりますと、はい、では参りましょう。お出た、ものすごい分身出たな。一人目こちら、こんな体してんのかっていう感じですけど、もうなんかこのキャラクター自体はもう見た瞬間に分かるような主題役ですね。一番じゃないと気に入らない。好戦的なタイプ。好戦的っていうと失礼ですけど、うん、非常にこうライバルを作ってそれをなんていうのかな、踏み越えていこうっていうような、うん、でもな他の人たちも結構やから、だからこれもそうですよね、ゲーム自体が7主的やから、うん、その中でもう特にでも7主的にしてるのかもしれへんけど、とりあえず戦うの大好き、うんうん、で自分はボスだと、俺以上に強いやつなんてこの世にいないっていう顔に見えるでしょ。見えますね、はい、ちなみにこれはゲーム的にはどんな感じですか。一応その体つきとかも選べて、うん、これ筋肉度を多分マックスとかにしてるんだと思う。マックスなんやこれ。そうです、バキバキの。バキバキやね、だから横に線入ってるもんな。奥の人も結構やってますよね。こんなに入らないキャラもあるわけですか。そうですね、一応調整はできるんで。もう胸張りすぎててやばいもんな。こんだけ胸張ってたら仙骨が俺のちゃうからできると反りすぎて仙骨あたりおかしくならへんかなと思う。骨が筋肉に負ける。そうすごいな、首も太いし鼻もあぐらかいてるし、うん、口もでかい、もう絶対的にでかい。鼻があぐらかいてるっていう、鼻があぐらかいてる、この小鼻がこうなってる、横に広がってる、うん、一般的な鬼とか、うん、天狗とか、まあ、天狗はこうやけど、この小鼻がこう中が丸見えになるような感じね、はい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 、そういう感じの鼻ね、鼻があぐらを描いてるって僕ら言うんですけど、それ、まあ、デカッパナですよね、うんうんうん、そういうデカッパナの人ってわりかし七主体癖って言って、とにかく1番以外は、無意味、うん、2番も、うん、ビリも一緒、とにかく優勝、トップしか考えない。あるね人にね、あなたね一番しか考えてないでしょって僕が言うたらね、うん、え他の人もそうじゃないんですかって言う。当然のこととして、そう当然みんなトップを目指すべきでしょっていう感じやねんけど、いやいやそんなことないんですよ、そうなんですかって。平均より上にいるのが大事みたいな考え方もね、そうなんですよ、ありますよ。そう僕それが好きなんですけどね、一応、うん、でもこの人はもうトップ、一番以外意味がないという感じのキャラクターにも見えるんですね、うん、続いて B 氏が作った2番目のキャラクターいってみましょうか、はい、これはもうちょっと理智的な知性的な落ち着いた人に見えますね。落ち着いて優しそうな側面だから、自分の中のそのまあ裏のキャラクターみたいなものをやったの、まあ、それでも意志の強さはすごくありますよね、うん、意志の強さはあるけれども、一番になるっていうところからするとちょっとそれだけの体力はないっていうか、うん、真正面よりも斜めから攻めたいみたいな感じには見えますよね。2番手3番手、そうだから2番手3番手というよりもなんか名参謀になるというか、うん、リーダーになっても最前線でリーダーになるタイプではないっていうような、そういうものが見えますよね。なんか三国志でいうと張飛と関羽みたいな感じが、だからさっきの人はもう張飛と関羽を合わせてかける2みたいな感じですよね。モリモリ、そうモリモリ、体型的には関羽やけど顔つきは張飛ですよね、うん、張飛プラス関羽やけど、今の人はもうちょっと軍師的な感じやけど、そうやろね、やっぱりやや6種なんですよね、6種、うん、顎がしゃく、もともとこういう顔やったらしょうがないですよ、胃型がね、これもそこが分からへんから何とも分析しにくいんですけど、でも目がやや座っていて甘い目をしていて、顎がしゃくっていて顎の線が細い、うん、そして、ちょっとこの伏せ目がちな、横の顔なんか伏せ目がちに見えましたよね、こうちょっとこう文学的な匂いがするっていうか、ね、でそういうのは6種体液って言って、実はこの6種体液っていうのはまあほんまにね二重人格なんですよ。だからわーっと激してくると異性のええこと言わはんねんけど、異性のええこと言うのは夕方からでね、朝のうちはもう調子悪いんですわこういう人。朝に弱い、朝に弱い、どっちかというとやや
こう頑張って眉間にシワ寄せてるけどわりかし体力ない感じにこれは見えるんですよね。だから一人の人にこの2つがあるっていうのはまあ考えにくいから、うんうん、ね、内面の繊細さを表現しておられるのかもしれませんけどね、はい、結構さっき紹介したようにその時自分がかっこいいと思ったものを具現化してますということなんで、はいはい、作った時期によってそうかもしれませんね、気持ちが違ったかもそうかもしれませんね、うん、はい、今さっさんこれ骨格とかどのくらいいじれるゲームですか？顔は結構いじれますね。あ、それこそ顎の細さだったりとかちょっと出てるとかも調整してるので、これしゃくってるでしょ顎がね、はい、顎こうちょっとこうなってるじゃないですか、うん、ほんで顎の線が細く、まあ、まあさっきに比べればですけどかなり細く、これはもう顔中顎だらけでしょ顔中顎だらけ、そんな言い方ありますか？顎だらけでこっち側は立地的に見える額も広いしね、うん、自分の知性というものを前面に出してるけどもむき出しの攻撃性は感じませんね。ただ強い意志はあるっていう感じで、うん、強い意志を感じる、そういう感じですよね。じゃあ続いて3番目いってみましょう。あ、これは再びまだ揺り戻しましたよね。あのさっきの戦いの姿、あの、うん、1番目にやや近い、ただこっちの方がもっとアンダーグラウンドな感じで悪い薬とかやってたりタトゥーも入れたりして結構生活が荒れてる、つまりあの出身の母体の家族が荒れていたっていうかね、家族にヒビが入っていた、ね、そこでいろいろ父親を真似できなかった息子っていう感じしますよね。父親を真似できなかった息子、父親との間のこう葛藤があるわけよ、うん、だから普通男と女男女平等やし男女で全然差がある必要ないと僕は個人的にはもちろん思うんやけど、うんうん、世間を見てたらやっぱり日本っていうのはやっぱり男と女の役割がまだ先進国の中ではかなりあるじゃないですか、うん、はい、そうすると男は特にどうやって男になっていくかっていうことって結構大きくて、うん、その時にこういうふうに例えば髪の毛染めたりタトゥーを入れたりひげ生やしたり、うん、顔にちょっと傷をつけたりいっぱいピアスを入れたりしてるでしょ、はい、でこれはアイデンティーがある時期10代の頃に自分のお父さんというものを追いかけている時期にそれが障害されてたことの表れっていうふうに一応僕は思うんです、うん、だからいろんなことでこの痛みなんかをこういっぱいピアス入れてから痛いでしょ、そういう痛みなんかを感じて自分がその痛みに耐えるということで自分が男だっていうことを証明するっていうかね、だから自虐に向いてるわけやね、その怒りで、その男性的な破壊衝動は男性ってちょっと破壊衝動あるじゃないですか、ボクシングやりたくなったり、うんうんうん、ね、あの重きしボール蹴りたくなったりそういう傾向はありますよね。そうそうそう、それが自虐の方向に向いた思春期がこの人にはあるわけですよ、うん、つまりどこに向けてええか分からへんわけ、自分の中のそういったパワーを男性的なフェロモンをどこに向けて、はい、それで自虐に多少向いたっていう分は最初のモンゴリアンよりもちょっと暗い顔してますよね。して見えます、うん、で今もそれがまだアイデンティティがどっか保ててない、うん、その道では恐れられてる人方の暗黒街のボスになってるのかもしれないんやけども、うん、でも自分自身はどっか非常にこれでいいんだろうかみたいなね、うん、軸がぶれながらでも毎日喧嘩に明け暮れて俺は強いんやってことを証明し続けてる自分に対して、そうそうそう、そういう人でめっちゃ魅力的じゃないですか、うん、あの映画の主人公なんかでは、うん、なんかそんな感じがしますね。強そうさ、荒々しさの中にその不安定さが、不安定さがある、思春期から引きずってる不安定さがずっと引きずってるやつ、うん、それがこうビリビリ感じるからこういう見るからに危ない男に惚れてしまう女の人っているでしょうねいますね実は こいつすごい怖い顔してんだけどものすごい母性を求めてる、うん、その母性を求めてるんだっていうことが分かっちゃった女の人はこの人に関心を持つっていう感じじゃないか、うん、いいカップルになれそうですねいいカップルなんやろうかな、まあまあある種そうですねあのそれこそ Life is Strange の中で途中で出てくる女性と男性がいるじゃないですか、あの歌歌ってた、ああはいはいはい、はい、うん、さすらいの二人みたいな、そうそうそう、ちょっとああいう世界になるかもしれないですよね。世の中とはずれていても、まあ、二人がいれば大丈夫だ、二人もいれば大丈夫、二人の閉じた世界の中に入っていってしまう、うんうんうん、でこの人は服を着るとこんな感じ、うわかっこいいね、ますますかっこいいけどますますなんか自分の姿をどんどん隠していくよね。3人目はこんな感じで、今回4枚目もあるのでそちらも見ていきましょう、はい、やっぱり全部顔にこだわりがあるよねこの人はね、うん、顔を隠したり傷つけたり、確かに、うん、そういうところにすごくこだわりがあるって感じがしますよね。あ、でも結構ゲーマーでこのマスクつけるの好きな人って結構多いですかね、うん、どうですか。いやでも逆にその自分で作ったキャラなんで隠さない人は多いですね、うん、隠れるのが嫌だって人は多い。横になんかあのすごいドクロ
ちょっとゴリラのネアンデルタル人、ネアンデルタル人か、これはわざわざこの人が置いてるわけ。これなんですか？これ違うんです。あ、自分で設置したもので、ね、設置してるね。そう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 、そうだと思います。だからやっぱりこの動物の森みたいなこのキャラクターだけでは弱いんやろね、本人にしたら。あ、もっと盛りたい、もっと盛りたい、 もっとこう凄みのあるキャラクターを作りたいっていうのがあるんとちゃうんかな、うん、っていう気がします。本当はこれだぜみたいな本当はこっちだ、あっちの森だから可愛く見えてるけどそう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 、不自由だぜこんなんじゃねえぞ、本当はこれだぜみたいな、なんならこれと頭すげえ変えるぜみたいな知らんけど、勝手に言うてるだけで、僕は勝手な妄想ですよ、妄想してるだけですよ、妄想してるだけ、はい、今回はかなり無理のある企画をやっておりますと、はいはいはい、何でも言いたいです、ね、そうですそうです。というわけで、はい、こんな感じなんですが、こちら作っていただいた BC 本人が今目の前におりまして、マジですか、実は僕が作ったんです、うちの増田さんが、そうね、それは全然わからへんかったなそれは全然わからへんかった、そうなんや、だってあなたすごい円満な感じやもんね、円満な感じ、そう見えますかねでも結構これから見るとなんか思春期とかささくれ立ってたっていうところあるんですか？いや、そんなささくれ立ってはないですけど、まあこういう世界が好きなんやね、そうですね、こういう世界観が好きなんで、うん、このキャラクターの名前はブチコロスケというふうな名前でやっておりまして、治安は悪めなものを作るで有名なプレイヤーです有名なのかわかんないですけどそういう感じで好きなんですね、はい、やっぱりな、ゲームの世界は深いね、こんな優しい笑顔の人がこんなキャラクターを作るっていうのがすごいね、面白いね。なんか増田さん聞いていて思ったところとかありました？うん、まあ、そうですね、なんですか、途中でその父へのなんか追いかけてるみたいな、うん、父のその、はい、理想を追いかけてるみたいなとこあったと思うんですけど、正直その思春期の時とかは、まあ、やっぱその親父をまあ気にしてはいたというか、まあ、このキャラクターの話だったとは思うんですけど、はいはいはい、社会的に成功を上げてる人ではあったので、まあ、それへのなんていうんですかね、どうやって乗り越えたらいいかみたいなことが出てくるでしょ。そうですね、まあ、慣れないし周りからなんか言われるしみたいな状況で、あ、まあ、なんか結構有名な人やったんや、そのお父様がね、まあ、地元ではみたいな感じですね。あ、なるほどそれは大体子供は生きづらくなるのが当たり前ですよね、うん、全部見られてるもんね、周りから、あそこの子供さんやでっていう感じで、うん、なるほどなるほど、でそのなんか比較してお前はこんなのかみたいな感じであったので、うん、やっぱりこれやん、まさにじゃないですかてらちょっと思います。へえ、松田さん金髪でよく言いますけど、はい、髪染めるのはそのなんか若い頃からですか？ああでもそう、まあ、でも大学ぐらいからですよ、いわゆるデビューなんですけど、でもやっぱりあなたみたいにゲームを結構しゃぶり尽くしてる人でしょ、はい、だからここまでデフォルメするから僕も直接的にあなたの分析がしにくくなるよね、そうなると。だってもう言うたら100人とかいうキャラクターを今まで育ててるわけでしょ、うん、そうするとその中でどんどん自分なりの世界観を彼なんかブラッシュアップしていってるから、そこからまたあなたを分析するのはやっぱり多少難しくなるよね、どんどん離れていくというか、離れていく離れていく、まあ、根幹的にその父親に対するある種のコンプレックスが強くあって、でもそれに対してどう挑んだらいいかっていうエネルギーも高い、うん、そういう人だったということぐらいは当たってるかもしれへんけど、うん、やっぱりここからこれを想像するっていうのは難しいよねそうこれに近い人だと思っちゃうからね、こっちは、うん、まあ、そこがゲーマーの奥深さっていうか、うん、でも これなんかもすごい彼の一側面やんな、これとその次の人と合わせたらあなたになるかもしれないよね、うん、むしろこういうちょっと狩猟深くて名参謀になるような、なんかこんな空気感、社会をもうちょっと離れたところで見てるみたいな、そういうとこが今は出てるよね、うん、肉薄するような感じじゃなくて社会をちょっと距離を取って客観的に広く見ようっていうような、こっちがの方がやや近い感じで、次のこのここいっぱいピアス染めてるのは昔のその思春期の、まあ、人間のねキャラクターなんか地層になってると思うから、その軸の部分はこれかもしれへんけど、形成してる今のあなたに近いのはその前の一つ前なのかもしれへんよね。ほんだモンゴリアンはどこにいるのか僕は分かりませんなんやろっていうね、これぐらいじゃないと父親に勝てないっていう、なんかそういう部分がよく分からへんけどでもなんか自分がこういう風になりたいみたいなのあります。ちょっとこれはオーバーですけどこういうなんか力強い男性でありたいみたいな、まあまあ望みとしてはあるので、お父さんはこんなではない、ね、こんなではないですね、ないよねと思いますわ。なんかこれはもっともっと抽象化された願望やね、はい、そもそもゲームがそういう世界観でもちょっとあるので、あ、なるほどなるほどなるほど。というわけで、
今日は2人を見ていきましたが、はい、これ結構やっぱ本人の話入れた方が面白いですね。本人の話では面白いね、うん、僕も増田さんのお父さんの話聞いたことなかったし、あそういうことが聞けるのが面白いよね、うん、こういうインタビューありだなって思いました、はい、それでも全くこれからあなたは想像できへんかった、全く想像できへんかった結構多分多いかなと思います。ゲームネット会話でも全然自分とかけ離れてるから、ね、やっぱりそこが面白いんやろね、うん、まあ、そもそもまず性別変えるっていう人多いですもんね。そう、性別変える人すごく多分結構その男性キャラ作るの少数派なんですけど 今だと、まあ、基本やっぱ男性だと女性作ったりとか。僕はもうめっちゃ悪い女の人で片目がなんか閉じててそんなんが好きなの、うん、エメラルダスとか大好きやったエメラルダス、あの松本零士の中に出てくる、はいはい、クイーンエメラルダスのあの女海賊、うん、エメラルダスでこんな傷がブワーって入ってる人やねんけど、はい、もうあんなキャラクター大好きやったから、ああいうの動かしたいなと思うけど、およそ僕から想像できへんとかね。そうですよね確かに僕もこのゲームはやってるんですけど、緑のドレッドヘアの女性入れ墨だらけにしましたね。あーやっぱりそうな、はい、女性にしました全然違いますよ皆さん変態やなああそうなんや、面白いね。だからその人が頭の中で描いてるものっていうのはその人自身じゃなくて、いっぱいいろんなカードをその人が持ってるっていうことがはっきりわかるよね、うんうん、直接表すわけじゃないよ、じゃないね、どうやらね、うん、それはそう思いました。ちょっと思ったのが、なんかそのあんま背景とか深く設定されてないわけじゃないですか、ゲームのキャラクターって、うんうんうん、自分でそのなんかかっこいいと思ったキャラ作ってだけなんで、それをなんか名越先生が分析することによってなんか肉付けされるというか、そういう人にしか見えなくなってくる現象それはなんかちょっと面白いなってな、見てて思います。そういう動画としてありなんじゃないですかね、うん、というわけで、今日は一旦ここまでということで、はい、視聴者からの募集を待ってちょっとまたどうやってやるか考えていきましょう。考えていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします